今朝のお箇所ですが「詩、え、幣、ー、46編」46「Psalm46」「紙編」「1節から11節」「篇四46編」 節節から11節「指揮者のために子らの子たちによる荒もてに合わせて歌」「神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある助けそれいえ我らは恐れないたとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも」 たとえその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増して山々が揺れ動いてもセラ。川があるその流れは糸を高き方の聖なる住まい神の都を喜ばせる神はその真中に居ますしその都は揺るがない神は夜明け前にこれを助けられる 国々は立ち騒ぎ諸法の王国は揺らいだ神がミカを発せられると地は解けた万軍の主は我らと共におられるヤコブの神は我らの砦であるセラ来て主の見業を見よ主は地に交配を持たされた主は地の 果てまでも戦いをやめさせ弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれたやめよ私こそ神であることを知れ私は国々の間であがめられ地の上であがめられる万軍の死は我らと共におられるヤコブの神は我らの砦であるセラ。 えー、もう一度一節お読みします。神は我らの叫びどころ、また力、苦しむ時そこにある助け。えーえー、やめよ静まれと、えー、やめよ静まれというテーマで見ていきます。えー、この支援ンの言葉、まあ今からまあ二千 500年以上前にここは書かれているはずですけれども詩篇の中でもよく知られている箇所です。プロテスタント教会が始まるきっかけの一人となったマルチン・ルターという人はこの詩幣46編ここに基づいて「神は我が櫓」という賛美を作ったと言われています。 実際この支援46編このタイトルのところを見ますと「指揮者のために」「コーラの子たちによる荒本に合わせて歌」となってますからこの支援46編は「神様を賛美する歌」として作られたわけですではこの「神様を賛美する歌」これは一体どういう時に この支援を作った人はその時人生がとても楽しくてうまくいっていたんでしょうかあるいはこの支援が作られた時世の中は平和で明るい時だったんでしょうか支援46編全体を読むと全くそれとは逆の状況だったということがわかります。 1節を見ましても神は我らの酒どころ、また力苦しむとき、そこにある助けとありますから、この「そこと」は苦しみのとき、困難のとき、大きな試練のとき、そのときに神様は助けてくださると言っています。また六節には 国々は立ち騒ぎ諸法の王国は揺らいだ神が御声を発せられると地は解けたこのように国全体が立ち騒いでいた国同士の中で大きな混乱があったまあそのような時だったことも分かりますさらに旧説を見ますと、 主は地の果てまでも戦いをやめさせ弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれた。ここを見ましても大きな戦い戦争のようなことがあったことが分かります。まあ実際これがいつの時代のことだったのかどういう時だったのかはっきりは分かりませんが多くの聖書学者は 紀元前700年頃にイスラエルがアッシリアの軍隊に攻めてこられた時のことを言っているのではないかと言います。まあその時実際イスラエルはまあアッシリアに滅ぼされることはなかったんですけどもその後何十年かしてバビロンに攻めてこられた時に完全にイスラエルの国は捕らえられ人々は バビロンに捕らえ移されイスラエルという国は滅亡していきました、えー、もう一度二節と三節お読みしますそれゆえ我らは恐れないたとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうともたとえその水が立ち騒ぎ泡立っても その水かさが増して山々が揺れ動いてもこの毎週金曜日私たちの教会で行われているこの朝の祈り会ですが、えー、見てみましたらこれが始まったのは2010年の9月でした。 私たちが来た時からこの土曜日の朝の祈り会はあったんですがこの金曜日の朝の祈り会はなかったんですねでもそれが始まったのが2010年の9月でしたそしてその次の年の2011年3月11日東日本大震災が起こりましたで この2017年3月11日というのは、えー、金曜日だったんですね。えーまあ、日本の時間ではこの3月1 1日金曜日の午後3時ちょっと前に、まあ、この地震が起こったんですね。で3月11日金曜日のこの朝6時のこの争天祈り会に来た時にですね、えー つまりということは日本の時間では3月11日の夜の10時か11時になってたはずですです、えーまあ、ですから地震が起きてから7時間か8時間していましたでこちらの朝に来る時にですね車の中でもニュース聞いたらもうすぐ朝のラジオでそのことをやっていてあのとてもびっくりしたのを覚えて、えー、います。 えー、ちょうど私たちはですねその次のお月曜日つまり、えー、土日月3日後から、えー、家族全員で日本に行く、まあ、そういう計画をしていました。で今でもよく覚えてるんですが当時あの具志堅さんのご主人がこう毎週のこの祈り会に来ていてですねで、まあ、家でこのテレビジャパンを見ていたと思うんですけども。 もう本当に日本の状況が大変なことになっていると月曜日日本に行くのも,もう無理だと思うよって言われてですねえまさかそんなに大変なことになっているのかと、えー、思いました、えーまあ、実際成田空港の状況は大変なことになっていて、まあ、我々は旅行です、ね、日本に行く旅行をその時キャンセルして、まあ、夏に延期したわけですけれどもまさにここにありますように たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうともたとえその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増して山々が揺れ動いてもと、まあ、そういう状況になっていたわけです。神様がいるのに、まあ、なんでこういう大きな自然災害が起こるのかそしてそのために大きな犠牲者が出るのか。 今年も1月1日には能登で大きな地震があってそれでやっと復興してきたと思ったら今度はそこで大洪水があってまた多くの被害が出たというニュースが最近ありましたさらになぜ神様がいるのに戦いがあり戦争が続いているのかイスラエルとハマスのその戦争は今レバノンやイラクどんどんと広がっている状況 ロシアとウクライナの戦争も終わらない状況にあります。10節をもう一度見てみましょう。やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。やめよ。 とはありますが一体何をやめなさいということなんでしょう、えー、一つ前の9節で「主は地の果てまでも戦いをやめさせ弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれた」とありますから、えーまあ、この、えー「戦いをやめなさい」ということなのでしょうか。えー、しかし英語の聖書この訳を見るとこの「やめよ」とは「 ほとんどの訳でででははストップではないんんすねほとんどの英語の訳を見るとこれは「Be still」つまり「静まりなさい」となっていますある英語の訳では「calm down」「落ち着きなさい」となっていましたではなぜ「静まり」 落ち着かなければならないんでしょうか私こそ主で私こそ神であることを知れとあります Be still and know that I am God 静まりなさい静まれそして私が神だということを知りなさい 天地万物を支配し治めているその神様がいても私たちが住むこの地球にはさまざまな自然災害が起こります神が愛なるお方であり正しいお方全てを治めてそして神様は平和を望んでいても戦争が起こっています神様がいても日々事故が起こり 犯罪が起こり、人々は病気になります。そのことのゆえに、すべての人間は私たちは苦しみます、悲しみます、悩みます。ではなぜ神様はこの世からこういったことを取り除かないんでしょうか。その答えはビーステオ。Be still. And know that、I、am know God I 静まりなさいそして私が神だと知りなさいこれが答えなんですねさまざまな災害争い自己犯罪さらに病気これは私たち誰もが必ず経験します全ての人間が 必ず経験すすることです神様はその中で私たちに「Be still」「静まりなさい」「and know that I am God」「私が神だと知りなさい」とそう言われるんです。最後の1節ににうあります。万軍の主は我ららと共におれる ヤコブの神は我らの取りれであるセラ万軍の主主イエスキリストこのお方こそ私たちの神である主救い主ですこの主イエスキリストが神が人としてこの地上に生まれこの世の罪私たち人間の罪 私たち一人一人の罪の身代わりに十字架にかかりよみがえり私たちに死を信じる時その罪の許しを与えてくださり神の子供天の御国に至る永遠の命を約束してくださっていますそしてこの「主イエスキリスト」を信じる時に与えられる救いやがて天の御国に至る永遠の命 新新しい点と新しいいとここに本当の私たちの酒どころ力また苦しむ時にそこにある助けがある「やめよう静まりなさい私こそ神であることを知りなさい」そしてこの「主」が私たちと共におられること「主」こそ本当のみで私たちの酒どころであり 力であり助けである、えー、そのことを今日も覚えましょうお祈りをいたします主よ、あなたの皆を心から褒めたえます神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある助けそれゆえ我らは恐れないやめよ静まれ私こそ 神であることを知れ私は国々の間であがめられ地の上であがめられる主はあなたの皆を心から褒めたたえます今日も全世界にあなってあなたの民があなたを褒めたたえることあなたをあがめることができるように私たちは罪のゆえにさまざまな、えー、自然災害も起こりまた争いも起こり 事故や犯罪そして病気この地療のすべての人はこのような苦しみ悲しみ悩みを今日も経験していますしかしだからこそあなたはビーストゥ静まりなさいと私こそ神であることを知りなさいと言われています私たちが主イエス・キリストを信じることによってこの全ての 問題のの原因である罪のその許しをあなたによってて与えられていることを今日も覚えささせてくださいこの地上はどんなに人間が努力しても決して完全な平和が訪れるのではなく一日一日世の終わりの時に近づいているということ主イエス・キリストが再び来られる時に近づいているということを覚えることができますように。 そして天の御国にこそ私たちが本当の意味で期待できる本当の意味での酒どころ力また助けがあるということを覚えさせてください私たちのこの地上での歩みがあなたをあがめあなたを褒めたたえまた主が今日も私たちのそれぞれの場にあって共にいてくださるお方であるということを忘れないように導いてください。 一緒にお祈りの時を待ちましょう